山道も終わりか。ええ、なんとか平野部に出たようです。それにしてもすげえ光景だな。すごい綺麗。ええ、荒々しいけれどとても雄大で美しい世界。これが私たち人間が生まれる前の地上の姿です。それがなぜこの島に。ま、とりあえず頂上から見た遺跡を目指すんだろ。ええ、この平原を西に向かって横断することになります。皆さん慎重に進みましょう。じゃない大きさだな。こいつもまた古代種なのか。ええ、古代種の中でも最大と言われる竜脚類の一種です。さすがにこんなやつは戦えねえ。アドル、相手は一体だけだ。今というわけではありません。彼らは体こそ大きいものの草食でおとなしい種類だと考えられています。こちらから刺激を与えない限り襲いかかってくることはないはずです。助かったぜ。いくらヒーロー金の武器でもあんな奴らと戦闘なんて無理だろう。そうですね、アドル、彼らを刺激しないようにここは静かに通り抜けましょう。なんかあるな。
近で見るとますますすげえ迫力。最大限警戒しつつ進むしかあるまい。何かあるよ。
にできそうです。ようやく人心地がついたぜ。確かに北部に来てから気の休まる間がありませんでしたね。おうよ、あのバカでかい古代種たちにはちびったぜ。顔があれだけ怖えのに性格は穏やかってのも意外だったな。私はリコッタちゃんをさらった古代種に驚きました。あれほど知能の高い種がいたとは研究者たちにも知られていません。やはり進化の恩恵によるものなのでしょうか。進化？ええ、種の形質や性質が世代を経て変化していくことです。どういうことだ。古代種はそもそも獣と同程度の知能だったと考えられています。しかし親が子を産み、その子がまた親となって子を産む、その繰り返しの中で彼らは高い知能を身につけた可能性があります。そのような過程を私たちは進化と呼んでいるのです。そんなことがあり得るのか。実のところ証明はされていません。ただ研究者の間ではそういう考え方が主流なのです。子供が言葉を覚えて喋るのと似たようなもんか。それは進化ではなく成長です。進化で得た特徴は生まれた時点で備わっているものなのです。アドル、分かったか。ああ、やれやれ、わしにはさっぱりだ。ジョーちゃんは大したもんだな。最初からもっとわかりやすく解説いたしましょうか。いや、もう十分だ。勘弁してくれ。あら、それは残念ですね。どうした、おちびちゃん、眠くなっちまったか。どうしました。どこか体調でも悪いのですか。ジョーちゃんの話が難しすぎたんじゃねえか。そんな。みんな、お前たちと過ごすのリコッタとても楽しい。古代種に捕まった時お前たち助けに来てくれた。サハド、家族って言ってくれた。おう、覚えてるぜ。リコッタ、今父上いる。でも本で見た家族、もっと人たくさん、一緒、楽しい、温かい。リコッタ、ずっと家族欲しかった。今あれ、リコッタちゃん。いいんじゃねえか、本当に家族ってことで。まずジョーちゃんは姉貴ってとこだな。ヒュンメルは兄貴だろう。兄上、二人も？あど、
まあ引き受けよう。でもって親父さんはいるからこのわしは。なんだか微妙な疎外感があるなそれ。サハドはサハドのままがいい。父上と同じくらいいつも優しくて面白い人。よかったではないですか。これ以上ない褒め言葉なのでは。そうか。さあそろそろ夜も更けてきましたね。明日に備えて今日はもう休みましょう。ぎょい。今のは予知？それともただの夢？燃えるような真っ赤な髪、あの人は誰だったんだろう。それに起きているのか？うん、入ってきて大丈夫だよ。Thank you.
影の剣士がいたのは裏街道の外れだった。山門を登って東に抜けるのが近道かな。これは巫女様、ダーナ様、巡回のようですね。
あくまでわしはですがな。えへん、僕も父について英氏の任務を学んでおります。よく言いおるわ。毎日わしを追い回しよって。お前がその調子だからわしは部下たちの笑い者ぞ。別にいいでしょ父上、入隊前の訓練みたいなものなんですから。二人とも変わりませんね。あら、ラステル、また背が伸びましたか。私を抜いてからどんどん頼もしくなってきて、英氏になったら本当に見違えてしまいそうですね。だったら嬉しいです。巫女様、どうか見ていてください。僕は必ず立派な英氏になってみせます。そしていつか巫女様のこともお守りして差し上げますよ。まあ、それは楽しみですね。優秀な英氏は王国の誉れです。私も期待していますよ。はい。やれやれ、恐れ多いことです。愚足の無礼、どうかお許しを。して巫女様はこれより街道に出られるようですな。近年は野生の竜種も多く出没いたします。巫女様であれば無用な心配でしょうが、どうかご油断なさいませんように。ありがとうドラン。二人に胎児の恵みがあらんことを。はい、巫女様に胎児の恵みがあらんことを。
剣士がいた場所に向かおう。確かここを西に進んだあたりだね。今の余地色は分からないけど、はっきりとやっぱりあれはダーナ。遅くなってしまったな。何か分かったことは、うん、やはり見えたのは未来なのか。残念ながらそうみたい。結晶化した水晶石か。何をするつもりなのだ。ヒモロギの苗木ではないか。なぜそのようなところに。
先へ進めないで困っているみたいだったから。一体何のことだ。この苗木が彼らをアドルさんを導いてくれますように。アドルに気がついたか。よかった。動かなくなったと思ったら急に倒れちまうから驚いたぜ。体調は大丈夫なのか。そりゃあよかった。アドルに、そこの不思議な石触って倒れた。どうした、目にゴミでも入ったか。お、あなたたち一体どうしたと。まるで橋を渡すかのように。先ほどまでなかったはずだ。一体いつの間に。アドル兄がやったのか。すみません、アドル、理解が追いつかないのですが、とにかくダーナさんの行動が関係しているということですね。これを見ちまうと信じないわけにはいかねえな。確かに。もし、なんだっていい、道が開けたのであれば好都合だ。アドル、先へ進むぞ。Thank you.